皆さんこんにちは、運転手の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、東武日光線の合戦場駅です。随分と面白い名前ですけども、かつて河原田の合戦という合戦があった場所からこの駅名が付けられたそうです。それでは早速合戦場のゆかりのある場所へ行ってみましょう。合戦場駅の出口を出ましょう。改札出口一つだけです。駅のすぐ前のこちらの道を進んでいきましょう。あ、セブンイレブンが見えますね。セブンイレブンの信号が見えてきました。こちらのセブンイレブンの信号、左側、方角でいう北側に曲がって進んでいきましょう。合戦場駅東っていう名前ですね。時は戦国時代の1523年、宇都宮軍と皆川軍が川を挟んで戦ったことから合戦場という地名になったそうです。宇都宮軍は2000人ほどの兵に対し、皆川軍はなんと7000人ものの兵、圧倒的に皆川さんの方が強そうですが、そうです、宇都宮さん側が勝ったんです。その戦いの名前を河原田の戦い、河原田合戦というそうです。宇都宮軍は皆川軍の敵将の首を討ち取ったものの、なんと皆川軍の援軍である小山軍と結城軍が参戦しに来たんです。そしてその結果、宇都宮軍からは大量の戦死者が出たと言われています。その戦死者たちを葬っているお墓がこちら、増塚というところにあります。さあ中に入っていきましょう。さあ今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。戦国時代らしい駅名がありまして、本当に戦国時代らしいエピソードがあるんですね。鬼怒川温泉や日光の帰りにぜひとも来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。